チライン際のコントロール、渡辺和真はかわして中に侵入してきた、折り返したシュート、杉本健雄共通ゴール、胸の星のマークをつけて初めてのホームの試合、杉本健雄存在感を示しました。今日2ゴール目、いや、いい時間帯にセレッソとしてはいい得点奪いましたね。丸橋選手でしょうね。あ、ここですね。でここで柿谷選手出すと見せかけて、はい、読み合いですよね。あ、なるほど。ただこれ難しいですけどね。あ、やはりそうなんですね。